何なんだここは。デヌートのお花畑よ。そんな、ここが花畑ですって。そう、ここは全ての始まりの場所。あなたと出会い、この夢が始まった場所。そして夢の終わりに最もふさわしい場所。自らの心と対峙すべき時は今。今こそ私は選び挑戦しなければなりません。あなたたちは私が作り出した登場人物にしか過ぎない。ショパンさん、どうして？ビート君、すみません。私にあなたたちを手伝うことはできないようです。私がこの戦いに敗れた時、一筋の真実が生まれ、歌方の夢はゆっくりと色づく。そして私はこの試練を乗り越えて初めて心と体が離れることを許される。それがあなたの選んだ道なのですか？私は私の夢に決着をつけようと思うのです。世界は、あなたは歪んだ運命から解き放たれねばなりません。さあ試しましょう。私が、いや私の心が保護となってあなたたちを貫くことができるのかを。私がそれほど弱い人間なのかを。これは私の夢、壊させはしない。それがあなたの魔法。彼らを阻め、岸辺に、川辺に、ニムストラトス、オーゼルビアミー、心なき者たちよ、ブルームシャウン。よし、ハッホワッホッカーライトクラッシュ。二の具が冷えたかい？とりゃそれワールウィンドウ手ぬるいか。アプラデストリック、魂なき者たちよ、せいやタコイドです。彼岸は見えたかい？ブルーネシャル。うん、よし、あとりゃおう、メイルストロール。まだ足りないか。はっ、ニムストラトス、おりゃドア、はっ、でやドファイヤーウェイブ。ざまないな、ブルーネシャル。よしよし、おう、うん、ワールウィンドウ、やりすぎたか。オーゼルビアミー、はっ、ニムストラトス、はっ、うん、はっ、うん、どうだ、カーライトクラッシュ。ゆっくり眠りな、ブルーレシャル。うん、よし、おっ、どりゃ、アプラデストリック
ムストラトス。やっ、テイヤタラッカーライトクラッシュ。胃の具が冷えたかい。ブルーレッシャー。よしよし、おとりゃな。ワンウィンド手ぬるいか。オーゼルビアビー、言って聞かせてもわかるまい。ブルーレッシャー。よし、うん、よしと、たら、そう、ふっ、ダーライトクラッシュ。ゆっくり眠りな。せぇ、でやな、たら、ワンウィンド。手ぬるいか。アプラデスソニック。よし、よし、ふっ、てや、うりゃ、そりゃ、さ、私だけだ。ここにいるのはアプラデスソニック。アプラデスソニック、魂なき者たちよ。はっ、たら、ちょ、てや、うん、そりゃ、さあ、はっ、うん、彼らを運べ、岸辺に、川辺に、ニムストラトス、はい、うん、ブルーレッシャー。ありがとう。よし、よし、はっ、スターライトクラッシュ。ゆっくり眠りな。それな、ワールドウィンド。今ので足りたか。よっよっ、うわっ、うわっ、えい。アプラデスソニック。魂なき者たちよ。ブルーレッシャー。ありがとう。よし、よし、はだ、せいや、テンサーライトクラッシュ。胃の具が冷えたかい。うん、ワンウィンド。手ぬるいか。ニムストラトス、オーゼルビアビー。テン、一瞬ですよ。大丈夫。オーゼルビアビー。心なき者たちよ。ブルーレッシャー。よし、うん、よし、はっ、ドア、はっ、ドア、あのついて、うきゃあっしょ、うん、うん、な、な、うん、ワンウィンド。手ぬるいか。ニムストラトス、うん、ブルーレッシャー。よし、うん、よし、やっ、うりゃ、やっ、たっ、落ち着いて、きりゃ、あっしょ、どせ、どや、なあ、なあ、アプラデスソニック。よっ、よっ、オーゼルビアビー。心なき者たちよ。ブルーレッシャー。よし、うん、よし、やっ、でやっ、せやっ、せっ、あとをついて、きりゃ、あっしょ、おう、でや、うん、ほっ、と、
ニムストラトス、アプラデスソニック、哀れ魂なき者たちよ、ハッセイヤタッカーとカシャクシュ、イノフが冷えたかい、うん、とりゃワールウィンド、今ので足りたかよっ、うっオーゼルビアビー、言って聞かせてもブルーメッシャワー、よし、うん、よし、おりゃてやドア、スタートクラッシュ、イノフが冷えたかい、そりゃワールウィンド、今ので足りたか、私だけだ、ここにいるのはアプラデスソニック、そこはっかっ、アプラデスソニック、はい、魂なき者たちよ、ありがとう、よしよし、やっでやっでやっ、サードクラッシュ、ゆっくり眠りな、そりゃさあ、うん、とりゃワールウィンド、これでよかったのです、エミリア。ありがとう、ショパンさん。でも、ごめんなさい。ポルカ？来ないで。アレグレット、黙っていてごめんなさい。あなたに喋っていたらここまで連れてきてもらえないと思ったから。私思い出したの、自分の進まなければならない道を。ポルカさん、ショパンさんもポルカさんも一体どうなさってしまったんですか？ショパンさんはね、私たちにかけがえのない贈り物をくれたのよ。なんなんだべ、断トツわけがわからないべ。ポルカ、あんた一体何をするつもりなんだい？
小さい頃、母さんが話してくれたこと、その本当の意味がようやく分かったんです。あなたは海にいる運命。そう、私は海にいる運命。人の世の高い波を穏やかにする、それがたった一つの方法だから。待ちなよ。それってお互い辛い部分は見ないようにして生きてきたよね。いつの間にかそれが染みついて当たり前になって、そうやってまやかしの心がだんだん大きくなっていってしまった。でもね、あまり大きくなってしまうと小さな真実が見えなくなってしまう。街の明かりでかき消されてしまっていた本当の星のきらめきは私の記憶のかけらだったなんて。ありがとう、母さん。でも私、やるべきことが分かったの。写真は素敵ね。手放したくない思い出がたくさん詰まってる。そうだよ、僕もっとたくさん撮るから。私もできることなら、この旅の記憶を、みんなとの思い出をなくしたくないの。でも今はちょっとだけ辛いけど、きっときっとまた出会えるから。すべてを決する時が来たわ。私の運命、私の使命、いえ、私の意志を持って今決定されるべきこと。待て、ボルカ。あるの、私が役に立てる場所が。世界が闇に包まれた今、私の心に眠るトラスティの輝きで照らさなければならない場所が。やめろ。世界なら俺が何とかするから、お前一人で全部背負い込まないでくれ。死ぬこと以外できなかったってのか。救ってやることはできなかったのか。トラスティが輝いているやつが損をするのか。そんな理不尽な世の中でいいのか。くそー。
てめえ、勝手に俺たちの世界に入り込んできて、勝手に出て行きやがって。これはあんたの夢なんだろ。夢だったら何とかしろよ。違う、そうじゃない、夢なんかじゃないんだ。だから俺が そう、もはや夢では。目覚めたのか、私は。ショパンさん。なぜだ、夢は終わったはず。ああ、まさか。ポルカ。